バレーボール、イタリアリーグセリエ a 一部、プレーオフ決勝第3戦、25日、日本時間26日、3戦、戦勝方式のプレーオフ決勝戦第3戦が行われ、日本代表アウトサイドヒッターの高橋愛、22、が所属するモンツァ、レギュラーシーズン5位、が、クラブ初のスクレデット、優勝、えがけっぷちに立たされた。敵地で同2位のペルージャと対戦、1月3日、 15から25、18から25、26から24、19から25で敗れ、通算成績は1勝2敗となった。失った各セットは、前半に連続失点を喫し、早々に主導権を握られる展開。セットカウント0対2と追い詰められた第3セットこそ終盤の逆転でダッシュに成功したが、その勢いは長くは続かなかった。 日本人では加藤陽一氏以来19期ぶりに決勝の舞台に立っている高橋はチーム2位の14得点サービスエース2本にブロック1本を記録するなど攻守に奮闘したが勝利に結びつけることはできなかった正念場を迎えたプレーオフ決勝第4戦はホームで28日同29日に行われる加藤氏以来日本人21期ぶりとなる優勝を目指す高橋 公主の軸としてチームを支え何としてでも踏みとどまる。